マップスジャパンは、ついにアニッパツ売りされます。これまで待ちわびた方々、お待たせしました。韓国と日本をつなぐ架け橋に、マップスジャパン総監号の衝撃的な役割。マップスジャパンの初号は、ついに明日発売されます。ファン待望のアンニョン派生をマップス星が、表紙を飾ったナンバーアンダーラインアイアンダーラインスタッフからマップスの読者と、 約50万人の IG フォロワーに向けて素敵なメッセージが届けられました。韓国のエンターテインメント業界は現在、世界中で大きな注目を集めています。BTS、ブラックピンクアイ IVE などの大型 K-POP アーティストはもちろん、韓国ドラマや K、ビューティー、韓国料理など、あらゆるジャンルで韓国発のコンテンツが世界中で人気を集めています。 マップスジャパンは、そんな韓国エンタメの魅力を、日本の読者にわかりやすく紹介していきます。ナンバーアンダーライン愛のメッセージにも象徴されるように、韓国と日本のファンを仲良くつなぐ架け橋になることを目指しています。マップスジャパンは、この春、ついに創刊号を発売しました。今回の創刊号は、まさに話題の3人組グループ、ナンバーアンダーラインアイ。 を表紙に大抜擢韓国でも日本でも大人げのこのグループが、マップスジャパンの読者やインスタグラムフォロワーの皆さんに向けて、心のこもったメッセージを送ってくれています。彼らが、アンにょんはせよマップス、と韓国語と日本語のバイリンガルで挨拶するところから始まるこのメッセージ動画は、まさに韓国と日本のファンをつなぐ架け橋となっています。 韓国ではまだ認知度の低い彼らの魅力を、マップスジャパンを通じて多くの日本人に伝えていきたいという意気込みが感じられます。実際に、ナンバーアンダーライン愛の人、ウユータの3人が、それぞれの個性豊かなキャラクターで登場し、温かいメッセージを伝えています。特にショウは、ユータのマイクを食べようとしたり、ジンを引っ張り出して前面に押し出したりと、 まさにファンの心をつかむ演技で魅了しています。このように、マップスジャパンは韓国エンタメの魅力を独自の切り口と視点で発信していこうとしています。総監号では、ナンバーアンダーライン愛だけでなく、韓国のスターたちの最新情報や、韓国ドラマ、韓国料理、韓国文化など様々な分野の魅力を紹介。今後も、 韓国エンタメに詳しい編集部が日本の読者の視点に立って生き生きとした記事を届けていきます。これからもマップスジャパンが韓国と日本のファンを結びつけ互いの文化を理解し合える場となることを期待しましょう。韓国の魅力を存分に感じられる内容が必ず待っているはずです。どんな記事が掲載されるかぜひ相関号をチェックしてみてください。 日本と韓国のファンをつなぐ架け橋となるマップスジャパンの活躍に、これからも注目していきましょう。このメッセージを見て、ナンバーアンダーライン愛の嬉しそうな様子が伝わってきました。ますますワクワクが止まりません。コメントに対して、韓国の方々にも多く見ていただけることを願っています。ファンからの反応は素晴らしく、多くの人々が手元に届くのを楽しみにしています。 ナンバーアンダーライン愛の可愛らしいメッセージに加えて、韓国語と日本語の字幕がついた動画は、ファンたちにとって大変嬉しいサプライズとなりました。マップスジャパンの総刊号には、平野翔、神宮寺ゆうた、岸ゆうたの3人からの可愛いメッセージが収められています。このメッセージは、ファンの間で大きな反響を呼んでおり、多くの人々が喜んでいます。 翔くんの明るい笑顔や、ゆうたくんの一生懸命な様子が、ファンたちの心を温かくします。彼らの一生懸命な姿勢や、ファンへの思いやりが、ファンたちの心をつかんで話しません。マップスジャパンの総刊号は、日韓の架け橋となり、多くの人々に喜びを届けることができるでしょう。これからも、彼らの活躍に期待が高まります。 明日の発売を心待ちにして、彼らの新たな姿を楽しみにしています。どんな素敵なコンテンツが収められているのか、ますます興味津々ですね。それぞれのコメントには、読者たちの興奮が感じられますね。手元に相刊号が届くのが待ち遠しいという気持ちが伝わってきます。そして、ナンバーアンダーライン愛からの可愛いメッセージや、 その愛らしい言い回しにファンたちは大いに喜んでいます。さらに、翔くんと仁君くんのやりとりも魅力的ですね。彼らの仲の良さが伝わってきます。このような絆が読者たちにも元気や喜びを与えてくれることでしょう。マップスジャパンの創刊号が日韓の架け橋になり、ナンバーアンダーライン愛のファンたちを喜ばせることができたことは本当に素晴らしいです。 彼らの情熱と努力に敬意を表し、これからも彼らの活躍を楽しみにしています。では、あなたはマップスジャパンの相刊号を手に入れる準備はできていますかどんなコメントに興奮しましたかこれからどんな内容が期待されるでしょうかぜひ、楽しみにしていてくださいね。相刊号の発売を記念して、 マップスとナンバーアンダーライン愛の架け橋となった3人のメンバーの紹介や、これからの活躍に期待が寄せられていることを伝えたいと思います。日本と韓国の文化交流の良い機会となるこの創刊号に、多くの人々が注目し、楽しみにしていることを強調したいと思います。マップスジャパンは、韓国のポップカルチャーに関心の高い日本の読者に向けて創刊されました。 ナンバーアンダーラインアイは、まさに韓国と日本の架け橋となる存在。彼らの魅力を通して、より多くの方々に韓国の魅力を知ってもらえることでしょう。マップス氏の特色は、単なる情報提供にとどまらず、臨場感あふれるストーリーテリングにあります。総刊号では、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちの素顔に迫るとともに、彼らが活躍する舞台裏にも注目。 ファンにとっては、必読の一冊となるでしょう。同時に、これまで韓国のアイドルグループをあまり知らなかった読者にとっても、ナンバーアンダーライン愛の魅力を知る良い機会となるはずです。ダイナミックなパフォーマンスや、メンバー個人の魅力的な素顔に触れることで、新しい世界に引き込まれていくことでしょう。マップスジャパン総監号は、韓国文化への理解を深めるきっかけとなるだけでなく、 ファンの期待に応える充実した内容になっているはずです。明日、手元に届くのを心待ちにしているファンも多いでしょう。これからの展開にも大いに期待がかかっています。マップスジャパン総刊号の発売を心からお祝いいたします。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちの温かいメッセージに触れ、ますます高まる期待と興奮を感じながら、 これからのマップスジャパンの活躍を見守っていきたいと思います。